僕は走り閉店間際君の欲しがった椅子を買った荷物抱え電車の中一人で幸せだったいつまでも手をつないでなれるような気がしていた何もかもが諦めてがむしゃらに夢を追いかけた喜びも悲しみも私にちょっと触らせてThank you.
ねえだろ。